ごちそうさま。あ、おはよう。おはよう。おはよう。って、アスカちゃん。ちょっと、どうしたのその足。いや、昨日練習でやっちゃって。やっちゃってって大丈夫？うん、軽い捻挫だから全治2週間だって。アスカ先輩、おはようございます。お兄ちゃんから聞きました。先輩、元気出してくださいね。私たち先輩のために昨日徹夜して作ったんです。何何？せーの、じゃーん。コラーゲンたっぷりの手羽先うどん弁当です。これで元気になっちゃってください。て、手羽先？大丈夫？それ美味しいの？もちろん、ちゃんと試食したもん。水泳大会の時に作ったお弁当、ちょっと改良しました。手羽先は後乗せですよ。ああ、あのお弁当は美味しかったよね。ありがとう、遠慮なくいただきます。お、はあ、ナナダメじゃないか。さきのは怪我したばっかなんだから。そっか、まだ松葉杖の扱い慣れてないんだ。すいません、気づかなくて。ううん、こっちこそ。さきの、え、教室までカバン持ってってやるよ。ありがとう。各自ホームルームを解散とします。もっと、うん、大丈夫か？うわ、それにしてもたるかったな、校長の話。出てたんだ、終業式。あ、てか、そうか。あ、うん、大丈夫。そう。お、やっぱ、てか、そうか。あのさ、原くんってさ、意外に優しいとこあるよね。で、なんだよ、いきなり気持ち悪いな。んなこと言ったって何もおごらねえぞ。そんなつもりじゃないよ。ただ、わしのこと、いろいろ気使ってくれるから。だってその怪我、半分は俺のせいだし。そんなことないって。二見さん。え？クラス違うのに、なんで仲良くなったのかなって。ああ、まあ、なんつうか、成り行きって感じ。ええー、二見さんが成り行きで仲良くするとは思えない。まあ、いろいろな。いろいろってどんな？どんなって、まだ何も。まだ。じゃあ、これから？もういいだろ？ええー、答えてよ。あのな、まあ、な。好きなんだ。多分。そっか。そんなことより、早く足直せよ。お前がいねえと、練習もちゃんとしねえからさ。まあな。好きなんだ。多分。さきのどうだった？え？じゃねえよ。俺の動きどうだった？ごめん。もうなんだよ、アドバイスしてくれるって言ったじゃん。明日からの夏季特訓、レギュラー掴むチャンスなんだから頼むよ。ごめんごめん、次はちゃんと見るようにするから。ああ、お前もしかして、俺じゃ無理とか思ってんの？そんなこと言ってないでしょ。っていうか、本人が無理とか言わないの。ああ、そっか。ん？まあ、確かに可能性低いかもしんないけど、ちょっとでも望みがあるなら、それにかけてみるからさ。走れないお前の分も、な。よし、後輩行くぞ！よし！行こう！
そうだよね。ちょっとでもチャンスがあるなら。